勝ったらもう勝ち。はい、勝ったみたいなもんだぞ。はい、頑張りましょう。ダウン8ですね。体が固まってた。3枚です。いいですよ、うん、できれば僕のためにプラスをつけたいと思います。はい。え、そうなんだ。10プラマイ0。弓が変わる。今度は右。エンドごとに弓が変わるんですか。弓チェック泣かせ。つけないチャンス。右のインドアとか何年ぶりだ。8か9。マジ？やばい。やばい。全にチャーチャーともなんかあれをかませる力を持ってるの。うまい、うまい。うまいけどめっちゃ震えてた。どう？どれが一番楽しい？左の方にか。左の方。人の弓はダメですね。これ僕左が46個あるんで。10って感じ。噛んでるか噛んでないか。的髪が歪んでって噛んでる。8か9です。頑張ろう。頑張ってクリックを落とそう。俺俺噛んでない。怪しいな。オンライン級。オンライン級。そっち。そっち。手の方に噛んでた。ちょっと笑わせないでくんない。10ですね。ナイスです。うまいじゃん。うまいじゃんじゃねえ。お前が一番うまいわ。あいつとは勝てもしません。あの人自分で外して試合を終わらせようとしてる。何噛んでる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 。よいしょ。危ねえ。さすがインドア王だな。パスに負けてんのは腹立つ。いや、インダーは負けてないです。ベースチェックから。うまいな。俺、インダーのテスト576だからね。負けてる。嘘。いや試合あ、俺試合73かなしか打ってない。俺もうダメだ、もうね、最後の1本か2本で帳尻合わせて73になる。狙ってでしょ。あれ噛んでないかな。あれは度球だね。 あ、そうか、ほぼか。藤田のあの1本目噛んでないって言ったら。あれ10に噛んでるようにはここないでしょ。全く見えない。うまいな。ロックの位置的に噛んでるかと思う。ロックの位置か、うん、
から見るとわかんない。はい、じゃあ、たぶん10、10、19。バルタン星人。止まってください。よし、藤田のためにもここで終わらせてやろう。優しさがつらい。上手くどこ行った？8か。まあまあ8だから大丈夫です。狙いすぎ狙いすぎ。でもピアスが良くないな。逆に、うん、思い切って打て、思い切って。お9ですね、ナイスです。よし、ピアスしてんだ。ピアスしてんだ。高校の先生か、お前。もともと高校の先生だもん。良くないね、やっぱり。ナイス9、OK。 OK、左や。もうちょっと硬いさ、センターのナンパ扱った方がいい。めっちゃダウン角になったら。はい、ということで、6対2でユニチューブの勝ち。イエーイ。ちなみに今までユニチューブって名前ついて勝ったの初めてかもしれない。言われてみればそれは辛い。富山の中学生に勝って、タクヒロガッツポーズしゃぶりの勝負です。難しい話。誰に年取っちゃいねえんだよって言った時に。ということで、富山の高橋さん、感想とかありますか？ちょろいですよ。ちょろい。いや、まあね、本当いいアーチャーゾーンなんだけど、ちょっと、やっぱり3番手よ。そう。3番手がやめてあげて。いや、でも1番手も不安定な気がしてたよ。1番手誰が打ってた？わかんねえ。ギリ9、10と間違えてましたから。10とか言ってんのに、こっちから見たら噛んでるか噛んでないかが9、8なのに。腕も目も悪い。弟の方が、じゃあ来たら。やっぱ弟が来たら多分、ね、今アメリカで鍛えられてる。あ、なるほどね。エリートスクールで。うん、エリートスクール。ということで、皆さん、じゃあまた明日ということで。ありがとうございました。じゃあ、締めてください。はい。それでは皆さん、また明日。え、それじゃないの、締めてください。あ、そうそうそう。普通だった。それでは皆さん、また明日。バイバイ。HPX は HP です。